思いをつなぐオーダー絵画。虹の橋を渡った紀州犬のふぶきちゃん。飼い主様のふぶきがいてくれた存在を残したい。そんな思いをアートでつなぎました。本制作に入る前にいただいた写真からスケッチを重ねていきました。スケッチを重ねるごとに、それはふぶきちゃんとの対話も重ねているような感覚がありました。飼い主様のふぶきと一緒にいた時間は私にとってまさに心の栄養というお話から、ビタミンカラーを背景にいたしました。背景が出来上がったら魂を入れ込むように描いていきました。この子の最初の名前はさくらだったけれども、亡くなった母がふぶきにしたんです。そんなエピソードから、ふぶきちゃんの周りには満開に咲く桜を一緒に描くことにいたしました。ふわふわの毛を一本一本描いていきます。私の魂の絵のポイントは命宿る目にあります。完成した作品がこちらになります。一緒にいてくれてありがとう。これからも大丈夫。お待たせしました。でも本当に無理です。お待たせしました。帰ってきた。もうどうしよう。帰ってきた。帰り、なんかでも本当に無理だ。死んじゃったんだけど、なんか1年かけて吹雪が戻ってきてくれて、なんか本当にこう絵から飛び出してきてお姉ちゃんって来そうな、なんかすごい抱きしめてあげたくなる。なんか触ったらすごい吹雪のふわふわの毛がそこにありそうな、もう本当にどうしよう。でも、なんだろう、似てるとか似てないとかそういうことじゃなくって、本当にふぶきがここにいて、なんかね、奈緒さんが書いてくださった時にふぶきにそう向き合ってくださって、なんか一回亡くなっちゃってた命とかがここの中に全部ファッて入ってる、本当にいたんだよねって、ふぶきがこの中にいて16年間と一緒に暮らしていろんなものくれてっていうのは本当にすごい、もうなんか本当にふぶきです。
ふぶきちゃんから飼い主様へのメッセージ。私がふぶきちゃんを描いている時に感じた2つの言葉、一緒にいてくれた時間への感謝の気持ち、ありがとう。そしてこれからの未来へ、あなたなら大丈夫というメッセージ、これらをメッセージクッキーにしてお届けさせていただきました。